一時勝ち越しのスリーラン放っています。ここは三遊間よく取りました。サード際どいタイミングはアウトにしました。ナイスプレイ。今日サード7番、いや素晴らしいですね。金子ですから足が速いんでね、はい、取ってからの動きがどうなのかなって見て叩きつけるバッティングはセカンドゴロ、ツーアウトのステップ選手。昨年いっぱいでした山崎幸也。センター方向大きな当たり、松本剛が下がって最後はゆっくり捉えられるか。ここは打ち上げました。ライト細川落下点。東京農業大学ですね。しかしここもまっすぐで押し切ってきました山崎です。惜しいところです。インサイド厳しいところにビシビシです。そうに練習してましたけどね。右方向の当たりはフラフラっと上がってファールグラウンド掴んでいます。自分の球種の中を非常に操れているので、若林はランニングキャッチ、この2巡目ですよね。こういうふうに攻めていって、ここは初球打ち上げました。はいはい、打っていきましたがここはセカンドゴロです。これで2アウト。鈴木さんどうぞ。マットの先ピッチャーよく取りました。バランス崩した後山崎たちは自らさばいて、この4回も三者凡退です。まあね、そうですよね。ここもタイミング外されました。そうなるとバッターここも打ち上げています。セカンドショート、ショートに任せました。高めスイングに行きましたが空振りの三振です。この回も山崎が三者凡退、5回までパーフェクトピッチングが続いています。前半5回まで終わりました。ファイターズが1点をリードしています。リズムはやっぱりちょっと変わってきますのでね。初球転がしました古賀、いいバントで引っ張ってサードはワンバウンドで掴んでいます。ここランナーここでスタート、繰り出される格好になりました。ここはタッチアウトです。ピッチャー返しは山崎掴んでいる。セカンド、そして一塁に送られてた。見事にレフトスタンドに2試合叩き込みましたがショートゴロです。この回はフライアウト、すくい上げましたがここ打球伸びはありません。レフトライン際掴んで、陽川がそのままバッターボックス入ります。初球は打ち上げました。高く上がって今落ちてきたらその後の守り悔しいところがあった本人ですが、センター前前前、うーん、しかしここはセカンドの平沼、右方向の当たりは伸びはないか。センター方向大きな当たりですが、いずれもマルティネス、ショートゴロ、一塁送られてスリーアウトです。山崎幸也2017年以来7年ぶり2回目の完投勝利、そして今日はフォアボールなし、プロ10年目で自身初めてのフォアボールなしでの完投勝利飾る形になりました。